ご視聴ありがとうございます。今回は、IBM が、なぜ、インテルの CPU を選んだのかについて、考えてゆきます。ねえ、一つ、疑問があるんだよ。インテルが、半導体市場で、世界ナンバーワンになれたのは、1980年代に、IBM が、パソコン開発の CPU に、インテルを選んだからなんだけど、当時、ライバルの企業があったのに、なぜ、インテルを選んだの？それと、選んだ CPU が、最新の CPU8086 じゃなくて、廉価版の CPU8088 なんだろう。そうだね。確かに、1980年当時、CPU メーカーは、インテル以外にも、モトローラ、ナショナル、セミコンダクター、ザイログなどがあったからね。まして、アップルは、アップル2でモトローラの CPU 互換、MOS6502 を選んでいるからね。それに、インテルの CPU は、最新の CPU8086 があったにもかかわらず、廉価版 CPU の8088を選んでいるしね。そう、なぜ、IBM は、インテルを選んだのか？そして、わざわざ、廉価版の、CPU を選んだのか？そうだね。では、これからその謎を解いていこう。IBM PC プロジェクトチーム。パソコンのコア技術である、CPU メーカーの選定なんだけど、CPU メーカーは、どこのメーカーがいいかな？モトローラ、インテル、ナショナル、セミコンダクター、ザイログなどがあるけど。やはり、供給が安定している、大手のモトローラかインテルかな。アップルは、アップル2で、モトローラ互換を選んでるけど。そうなんだよ。16ビット CPU では、モトローラ社の68000は、評判がいいからね。ライバルのパソコンメーカーも、採用しているしね。インテル社も、8088と、8086は、モトローラには劣るよね。しかし、モトローラの CPU では、開発が、インテルの CPU の方が、互換性が、CPU メーカーの、モトローラとインテルでは、CPU の開発に、大きな考え方の違いがあったんだ。考え方？そう、モトローラは、CPU の開発には、過去の製品にとらわれず、新しい技術を導入する考えなんだ。一方のインテルは、互換性を重視したんだ。互換性？ IBM は、16ビットのパソコン市場に参入しようと考えていたんだけど、1970年代は8ビットパソコンの全盛期で、1980年代は16ビットパソコンの時代になると予測していたんだ。成熟した8ビット市場より新しく生まれる16ビット市場の方がライバルが少ないし、勝てる見込みがあると考えていたんだ。でも、8ビットでなく、16ビットでは、開発が大変じゃない。まして、時間もないし。そうなんだ。IBM PC プロジェクトチーム。16ビットという、新しい技術に挑戦しながら、短期間で開発を成功させるには、そうだ。我が社には、過去に8ビットパソコンを開発した実績がある。それを活かせないだろうか。それに、8ビットなら、外部から技術供給先もたくさんあるし、そうすれば、短期間の開発も可能かもしれない。IBM は、1970年代に、インテルの8ビット CPU で、パソコンの開発を行っていたんだ。開発は、失敗に終わったんだけど、
ノウハウは残っていたんだ。ということは、高性能なモトローラの CPU より、互換性を重視した、インテルの方が、開発しやすい。そういうことだね。それで、インテルを選んだのか。だけど、なぜ、CPU8086 じゃなくて、廉価版の CPU8088 にしたの？ CPU8086 は、互換性を重視しているとはいえ、高性能な CPU だったんだ。CPU8088 は、廉価版だけあって CPU8086 に比べればいまいち。それなら、CPU8086 にすればいいじゃない。IBM PC プロジェクトチーム。CPU8086 は、性能はいいのだが、CPU8088 の方が、8ビットとの互換性が強いからな。それに、社内、社外の、8ビット開発のノウハウも活かせるし、構造がシンプルだから、開発の負担も少ない。しかも、安い。CPU8088 にしよう。ということで、インテルの CPU8088 に決まったんだ。過去のノウハウが活かせることと、開発の負担も少ないし、低コストだからね。ということで、インテルの CPU8088 で開発した IBM PC は、1年後の1981年8月12日に発売された初代 IBM PC、IBM5150 の登場。パソコン市場の急成長の幕開けとなった。その後の CPU メーカーは？インテルは、世界一の半導体企業に。モトローラーは、1980年代以降、徐々に、パソコン CPU の主導権を失い、現在、半導体部門は、分社化して、主に業務用半導体の開発を続けている。インテルも、IBM も、実は、パソコン市場がこんなに巨大になるとは、予想してなかったんだ。時代の流れに乗れたことが、インテルを成功に導いたんだね。ただ、インテルが成功した、秘密は、互換性だね。互換性？どんなに、革新的な技術があっても、過去の資産を継承できなければ、成功しないってことだよ。インテルは、その後の CPU 開発でも、互換性を重視したんだ。インテルの考え方は、革新的な技術と、過去の資産の継承。すなわち、革新技術と資産継承のバランスを常に考えなければならない。というものなんだ。革新と継承があってこそ、未来は、作られる。